ンポン。遊び場終わったー。うぜー。なんや、ふふふふ。あ、ついにやってしまったか。脳みそ、月を見るたび思い出せ。嫌に決まってんだろ。うせろ、このネタ、わかります？知らん。キャー！これだから今時の知識不足なお嬢さんは、何お前、めっちゃ腹立つ。これですよこれ、このゲームのキャラです。キングオブファイターズの、イオリン。あら、かわいい。あ、似てるから間違えた。こっちだった。似てねえよ。やめろ。キングオブファイターズの、やっぱりイオリンの真似でしたー。で、そのバンドマンっぽい兄ちゃんがどないしたんや。なんと、このイオリンですが、どうでもいいけどその呼び方やめない？なんとこの度、異世界転生を果たしましたー。はい、どういうこと？こういうこと。どういうこと？あの KOF 人気キャラクター矢上伊織が異世界転生で大暴れ。あ、ちなみに公式サイトにはちゃんとコマンドもあります。どういうこと？まあ今の時代いろんなことにチャレンジしていくのはいいことや。でも格ゲーキャラが転生して何すんねん。そりゃ異世界の可愛い子ちゃんとイチャイチャしたり、話噛み合ってないやんけ。親睦を深めたり、何しとんねん。ハイジャンプしたり。シュールすぎー。この方向性は企業として問題ないんか。まあ割とチャレンジ精神旺盛なキャラですからね。そうなんか。イエス。はい、エビデンス。チャレンジしすぎー。ピンポン。将来の夢はお嫁さんです。わあ、おめでとう。やっぱり結婚するなら、自分に足りない部分を補ってくれる人。せやな。なので、先生的にはここが出っ張ってる人がいいです。ああ、物理的に補ってほしい感じ？私のようなか弱い乙女的には、先生がか弱い乙女とか受ける。私のようなか弱い乙姫的には、それトイレ用擬音装置だけど大丈夫？やっぱり、結婚式とかには憧れますよね。せやな。素敵な挙式とかは、女の子の夢やらな。挙式に重要な要素の一つといえば、チャペルキャラメル。自由よ、チャペル、キンコンカンコン。それはチャイムだよ。反応遅れるやろ、やめろや。神父はお父さんと並んでバージンロードを歩くんや。お父さーん。父、雑、神父の入場です。待て、プロレスの入場シーンか。曲がおかしいだろうがよ。新郎と共に神父の前に行って、まずは効果を歌って、どこの効果を歌うねん。バクか、聖子を歌え。お次は、女子なら誰もが憧れる。指交換怖すぎるわ。指輪を交換しろや。そして最後に、誓いの、指切り。違いますね。キスをしてください。あ、指なかったわ。だから指交換やめろ。怖えから、挙式が結んだら、お次は楽しい披露宴。ゲーな、披露宴の入場曲は、先生のお気に入り。バタフライ、ちょっと古いな、定番やな。おいこれ違うバタフライな。アラサーの兄ちゃんが喜ぶやつや。イエーイ。これはこれで盛り上がりそうなのが腹立つ。ピンポン。生徒の悩みを解決します。お前がうちの悩みの源や。お悩みありませんか？相方がアホすぎて頭が痛いです。どうにかなりませんか？その相方さんはどのようにアホなんですか？急に叫び出したり、急にくるくる回り出したり。この前はコンビニで雑誌を逆立ち読みしてました。お猿さん。お前だよ。最近悩みがあるんです。スムーズに立場を逆転させるな。まあええわ。言ってみ。私の相方についてなんです。はあ、そろそろクマのぬいぐるみを抱いて寝るのはやめた方がいい。何を口走っとんじゃボケ。うっきっきー。くっそ、こいつ都合のいい時だけ猿になりやがる。最近何か悩み事ありますか？急に最初のテンションに戻るのやめろ。せやな。悩みというわけではないんやけど、はい、時々何もやる気がなくなる時があってな。はい、お薬出しときますね。カウンセリングをしろや。カウンセリング、なんでこのシチュエーションに選んだんだよボケ。質問をしろや。カウンセリングの意味を知ってますか？何しれっと知識吸収しようとしてんだよ。ったく。カウンセリングっていうのは、悩みについて相談を受けてアドバイスすることや。うっきっき。てめえこの猿。面白かったらチャンネル登録してな。